圧倒的に挑戦してる方が幸せなんですよ。まあ、今回ボブスレー始めたらまたボブスレーの世界で、まあ、とんでもない能力を持った選手がもうゴロゴロいるんで、まあ、それは面白いですよね。何かその違うことをやると、まあ、一番下っ端になるんですよ。自分の心地いい場所から出るのって大変だし辛いことも多いんですけど、ただやって後悔って絶対しないんで、まあ、言っちゃうと、まあ、失敗は本当どうでもいい、まあ、挑戦すること自体に、まあ、意味があるというか自分にとってプラスになることが必ず返ってくるんで、それは一歩踏み出せば分かると思います。